ちは、近藤千尋です。今日はですね、ミシャさんのクッションファンデを使って TPO に合わせたファッションとメイクをちょっと紹介していきたいなと思います。TPO に合わせたファッションとメイクってさ、普段からちゃんとしてるようで完璧にはできてない時もあるから、ちょっと今日はね、私も楽しみながらやっていきたいなと思います。それではご覧ください。新しいでしょ。今回はですね、4種類のファンデを紹介するんですけど、まずはこちらです。ででん、ミシャ M クッションファンデーションのネオカバーです。これは今日紹介する中でハイライト効果でアラを飛ばして薄付き美肌が叶う、プラス今話題の成分シカシカが入ってんだって。意外とですね、皆さん知らないのが、このパフ半分弱程度で半顔分塗るのがいいんだって。このぐらいだよね。パフなんですけど、結構私も雑にやるとスライドしちゃってるんですけど、実際にちゃんとした塗り方はパフはトントンと肌にこうやってやるのがいいのって。ちゃんとしたオフィシャルの塗り方だといいよね。カバー力もちゃんとある薄付きだけど、まず今日は半顔しますね。じゃあここから半顔、順番的には頬、おでこで最後鼻。鼻の半分って何鼻の半分ってどうやんの。ここね、こっからこっちね、分かりやすいように今日やるね。顎周り半分で小鼻、この小鼻大事なんだよね。次目元、最後ね生え際です。小鼻とかこういうくすんでるとこも、細かいところはパフをこうやって半分に折りたたんでてん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 ってやるとね、すごいフィットしてやりやすいと思う。こうやって半分完成。すごい、もう全然違うんだけど、赤みとかが全部消えて肌補正されてる。ちゃんとこれはですね、オールインワンなので、もう忙しいよママとかにもめちゃくちゃ助かるよね。クッションファンデだとこう手でやるわけじゃなくて、ちゃんとパフでやるから手も汚れないから、手を洗う時間も省ける。全国のバラエティショップとかドラッグストアで売ってるから、本当にいつでも買えるっていうか、ほらもうあっという間に完成。ツヤが出て透明感も増した気がする。ネオカバーはですね、セミツヤ肌になれるから、女性からも男性からも結構受けがいい気がする。カジュアルなさ、デートとか、なんか女子会のランチとかにいいかもしれない。はい、こんな感じでメイクが完成しました。メイク自体はベーシックなんですけど、シャドウをピンクにしてちょっとカジュアルなデートに合うように。ファッションもね、変えたの。あ、何これじゃーん、ファッションもちょっとカジュアルデートってことで、ブラウスもデートなんだけど、これにスカートとか合わせちゃうとさ、もうこいつゴリゴリにデートしに来たじゃんみたいになっちゃうから、私は結構デートなんだけどカジュアルにデニムで外すのが好きです。じゃん。次はですね、プロカバーを使ってメイクしました。カバー力もしっかりしてて大人っぽい肌質、セミマットな感じですね。これね、ちょっとピンクが入ってるみたいで、なんかピンク色ってお肌をこう大人っぽく、くすみをきれいに取ってくれる色らしくて、なんか確かにくすみとかがなく見えるかもしれない。大人のこう揺らぎ肌を解決してくれるのかも。これが一番。リップとかもこれにベージュとかいうよりは、こう今日みたいな赤とかちょっとブラウン寄りのリップが合うのかなって思いました。ブレスアップしたのちょっとこういう夫婦2人の時間のデートの時とかにいいなって思いました。ほい、モイスチャー、これを使いました。モイスチャーはですね、韓国アイドルのようなツヤ肌になれるということで、どう、韓国アイドルっぽい。今回はミシャのグリッタープリズムってやつを使ったよ。目元に見える、このね、目の下の下の目の下の下、なんていうの、まぶたの下の下これをね、少量目の下に塗りました。ナチュラルに仕上げてくれるんですけど、流行りのツヤ肌も出してくれるし、あとやっぱお肌が何より綺麗に見える。ライトがないところとかでも、夜とかでも肌がツヤって見えて、これはいいかもしれない。と
あちゃんも今ガールズガールズっていうアイドルにハマってるので、その子たちの DVD 見るときとか、それこそなんかね韓国アイドルちゃんのネットフリックスとか見るときに自分も一緒にこうやって踊れるような服装で着てました。動きやすい、動きやすい。ロゴティーに黒スキーに合わせたらもう鉄板に動きやすくて可愛くて、で結構シンプルなので私はいつもアクセサリーで遊びます。次はねマットの使ったんですけど、マットはすごいなんか自然な感じじゃない、自然なマット肌を叶えてくれるんだけど、すごいスベスベしててすごいいいかも。なんか子供がさ触るじゃないですかお肌とか、そういう時にあんまりこうテカテカになってるとなんか子供に嫌かなと思ったりする。このスベスベ感はね嫌がんないかもしれない。こちらもですね SPF50 入ってるので子供と公園行く時とかいいかも。ママにとってはこれ最強のファンデーションだと思います。アイシャドウもねミシャのやつ使ったよ。グラデーションを混ぜて使いました。コーディネートはねこんな感じに合わせました。ちょっとね公園なんだけどどんな人に会っても大丈夫な公園コーディネート後ろこれねデザインのかわいい穴が開いてる。なんかこういうちょっとデザイン性のあるシャツとかだとなんかさらっと、いやさらっと公園来ただけなんですよ私みたいな演出もしつつ、こうちゃんとしてるママっていうのを演じれてるかな、演じてるって言っちゃってるおしゃれ公園デイのコーディネートしてみました。今日はですねこんな感じでシーン別のメイクとコーディネートを紹介してみました。TPO に合わせてメイクとかさコーディネートを変えるのって楽しいなって思いました。たまにはこうファンデーションの種類とか変えて質感を楽しむのもすごいね楽しかったです。今回ですね紹介したミシャさんのクッションファンデなんですけども、ドラッグストアとかあとバラエティショップもうどこにでも結構売ってます。はい皆さんにそれぞれに合ったファンデーションが見つかることを願っておりますこんな感じで今日も動画をお送りしてきましたこの動画がいいなと思う方は高評価お願いします。そしてチャンネル登録がまだのあなた、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上近藤千尋でした。さようなら、バイバイ。